ーパーに密着してるところ、スタジアムが入る前とか、それの密着して密着してやっていけんのかなっていう不安がすごい。ゴールキーパーがヒーローかな。サッカーできてるだけ感謝を。改めてサッカー好き。サッカー好きです。サッカーのどこが自分で一番魅力あるな。いやなんやろ、まあ、戦術ももちろんあるし、ただ戦術を打ち破るんは個でもあるし、で個を打ち破るんは戦術でもあるし、もういろんな可能性があるスポーツ。うまくいかへんとこも結果楽しいんかな。今の生活、ご自身でどう思いますか？こんだけ続けられてることは、いろんな人の支えがあって、のことやから、もうほんま感謝してるし、まあこう、新潟から始まって、大阪でこんだけ支えてるってことは、すごい幸せなことかなと思います。何してるのが一番楽しいですか、今の生活というか。いや、こうやって子供とこうサッカーして、で、まあ子供ができひんかったことができるようになったんが、を見るのがすごい楽しい。東さんにとってヒーローって誰か。自分の中ではやっぱゴールキーパーがヒーローかな。川口さんやったり、楢崎さんやったり、ブッフォンやったり、目指すところは変わるんやけど、まあでもやっぱゴールキーパーをすごいやっぱ見ちゃうかな。キャリア重ねてきたからこそ分かる、なんかこれ大事だな。いや、まあ、全部大事やけどな。何でもやってみること、言われたことをこう自分で噛み砕いてやってみる、まあ、それがコーチやったり先輩やったり、まあ、後輩にも言われてもそうやと思うけど、こうやってみって言った時にやっぱなんか言い返してくるやつは伸びてへんし、自分の殻破れへん選手が多いかなって思う。いただきます。俺は最初は味噌汁からいく。はい、おいしい。これ俺が好きなね、ごぼうハンバーグっていう。作ったことないわ。そうごぼうなんすか。レンコンじゃない。レンコンか。これ一番好きなことなんだ。うわぁ、一番だって決めれへんよ。焼肉、やっぱ寿司、ラーメン。でも俺結構白ご飯と白菜キムチとか長芋キムチとかあったらもうそれだけでいい。キムチ毎日食べてんな。食べるのも仕事です。まあそんな感覚ないけどな。自分を動物に例えると何だと思う？鳥じゃん。鳥って言われてたんじゃん。鳥？ああ、いやそんまや。高校の時なんか顔が鳥みたい言われた。今なんか新たに取り組んでることってあります？最近ハマりかけたんがレゴ。子供が買ってんけど、こんな大きいこうマンチェスターユナイテッドのこうスタジアム、あのですごくない？見て、やばいやばい。半分ぐらい やってあげた。自分自身のこと一つだけ変えれるなら何変えたいですか？歌うまくなりたい。歌手になりたい。歌手にもなりたい。歌って踊れる。そこで諦めるしかないやん。例えの話。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかったです。格好つけてね。言うな。いつからカズくんやるよ。マジはでもやっぱ大学で一人暮らししてからちゃう。日本で朝ごはんとか早起きて作ろうとしてたけどさ、毎日は難しいよ。掃除はでも結構こまめにやってたから大変やね。あ、そこで初めて実家のありがたみを感じることができた。一番最初に作ったご飯なんですか？一番最初にあの食パンの上に目玉焼きのせるやつ。天空の城でラピュタ入れてる。これもう水とかあったらこうやって拭いちゃうから綺麗すぎた。そう。 OK。 いつもこうやって子供に
俺にジュース作ってあげんね。絞りたてが一番いいから。大変さを分担しないとやっぱ家は回らへんなって感じ。毎日充実してます。充実してるね。もうサッカーできてるしね。え、俺らサッカーできひんかったらなんも仕事ないしね。今ほんまサッカーできてることだけ感謝やわ。また入ってくる。演技楽しい。楽しい。他にやることもないもんな。クラブハウスと家の往復だけやからな。サッカーできてるだけでな、充実してるなと思うし、こういうのも楽しいこと見つけれてるから悪くはないかな。だってさ、医療従事者の人とかもさ、毎日毎日みんなのために働いて戦ってくれててさ、ほんまに感謝やね。だけこうやって、そう、家でこういうのを過ごせてるのはほんまに感謝してます。今練習でも試合でもうまくいかなかったり負けたりして帰りたくないなって思う日ありますか？帰りたくない日はないな。とりあえず家帰ってもゆっくりしたいって思う。自分がすごいミスして、ちょっと一人で考えたいなとか。いや、家帰って励ましてくれるから、そういう時甘やかしてくれるから。逆に元気で、もうダメダメやったら逆にあの励ましてくれるから。すごい中途半端なこう微妙なことしたら結構ね言われたりするね。どこ行く？帰らんと。海眺める。遠いなぁ。いつからプロになりたいなって思いました。本格的に思い出したの中学の時かな。それはもうガンバジュニアユースの時に身近でプロの選手を見てるから、まあ、試合も見てるし練習風景も見てるしクラブハウスでも会ってるし、あれでちょっとプロを意識したっていうところはあるかな。なった時どんな気分でした？いや、嬉しかったし、まあお金もね、いっぱい当時にしては大学生からしたらすごいお金、やっぱこんなもらえんやとか思ったし、あとは あの不安やね。大丈夫かなっていう、やっていけんのかなっていう不安がすごいあった。挫折、まあ、したことあります？挫折中学の時っしょ。まあ、大学の時もあるし、でプロになってからもあるかな。もうやっていけへんわこのレベルじゃって思って、いやもうサッカーまあ楽しかったからとりあえずもうレベルとか関係なくサッカー楽しもうって思って続けてたら、いつの間にかなんかこうできひんかったことができるようになってきてて、無理やなって思ってたスピードがある日突然なんか普通にいけるやん、自分もいけるやんっていう、ほんま続けてた、ただサッカーをで楽しんでた、ただただ。忘れられない試合ってあります？いや、まあプロ1年目のデビューの時とかも忘れられへんし、でも今トラウマとして残ってんのはやっぱ中学の時かな。中学2年生の時に中3の試合に出てて、もう自分のせいで負けて
こうすごい責任を感じたし、悔しいっていうのもあるし、もうなんか申し訳ないっていう気持ちがすごかった。なんかすごいトラウマになったし。一番ある才能ってなんだと思います？楽しむことかな、工夫して。東口正明が一番大事にしてること、これなんです？最後は楽しむこと、いろいろ考えて。面白くない練習やったら面白く自分でするしたりかな。もう自分が楽しいようにする。以上です。はい、ありがとうございます。いいじゃん、まだ続く。やめて、まだ続く。じゃあ加減取りで